はい、どうもシュウティビです。はい、本日はね、人生初のことがありまして、人生初翔平 TV スラッガーを使ってみたいと思います。ヒロトが翔平の田中さくんにもらったということで、ちょっとお借りしてスラッガーを、人生初なんですよ、ちょっとこれ使ってみたいと思います。はい、こんな感じ。なんこれ、これってさ、親指使えないやつ、こういう感じ、そんな感じですね。やはりなんか俺違和感、ちょい違和感ある。俺基本こうだからさ。ああ、親指も使う。そう、親指使うから、親指使わない。初めて、初の感覚。スラッガーでも初の感覚だと思う。これなんてやつ、これ、え、21ESからさ、こっちからしてやる。これなんていう型番だろう、これ。21PS っつった。田中さんが多分オーダーしてやったんで。田中さんオーダーが取り方、ちょっと新鮮、親指使えねえからさ。なんかさ、普通俺こう持っとるんだけど、こう持ってる、こう持ってる。取ってる感、取ってる感ない。取ってる感がない。取ってる感ないわ。親指使わねえんだ。これかね、違和感ある、マジで。スラッガーって土手で使うイメージが多いじゃないですか。それよりかは、そのスラッガーは深めになってます。深めになってる、確かに深いけど、取り方が、型がちょっと特徴的すぎて、特徴的なんで痛いし、薄いのもありますね。まあ薄いか、薄いか。これね、当て取りだからこう握り返しやすいかもしれない。あ、握り返しやす。ほら、めっちゃ速くない？ちょっとクイッククイッククイッククイッ。俺なかなかこんな感覚になったことない。握り返しやすい。これスラッガーってこんな感じなんだ。内野手が本当に使うグローブだなーってすごい感じました。握り返しやすい。やば、うわ、すぐすごいね。これはいいね、これ。そしたらノックやっていきますか。そうっすね、ノックやっていきましょうか。じゃあお願いします。はぁ、これなんで取れないか分かる？グローブのサイズをまだ把握してない、体が。ちょっと取れてない。グローブのこの、ここに入るといいよっていうのが分かってないから。多分いつもの感覚とは違う。全然違う。もう引くしかできない、引くしか。おお、いつも通りだったら変な位置取るな。はい。多分土手の方で行ってるんで。そうだね。ちょっと先でも大丈夫だ。先ね。むずいな。おお、いいか。はい。繰り返しやすい、もう投げやすいな。ああ、当てきんか、これ。はい、おお、ちょっと出る、出るけど今いい位置に当たった。よかった、打つなくて。今いつもさ、このぐらいのグローブ取ってから俺。
なんか練習しようぜ一緒に。はい。初めてこのスラッガーのグローブ使ったんですけど、はい、いつも自分が使ってるのはこうしっかりこう掴む感じのグローブなんですけど、親指と小指でしっかり、そうこれねこういう感じ小指の方しか動かない、こうできない、こうしか無理、本当そういうグローブですこれ。坂本もこんな感じ。坂本はこういうなんですよ。こうなの。奥まで入れてこういう。難しいちょっと分からんけど、ここに入れる感じがね、ここに本当そう、ここに入れる感じ、まあ、普通取るんだったら、はい、土手の方に取るんですけど、シングルキャッチはそうですね。ちょっと俺には無理でした、これ片手で取れなかった。いつも自分が使ってるのはもう片手でもうブワーやってもカントリーでもカントリー取れちゃうから、これはもうピョーンって飛んでちゃうからこれちょっと初めての感覚で、はい、両手は多分ほぼ取れた、両手はほぼ取れた、片手はほぼすっぽ抜けポスプーンって、そのままグローブを動きをせずにこのまま持っていく感じのグローブです、うんうん、そうだ、こうしないんだよ普通は。俺ぐらいやるの、こうやってやるのグローブを下に置いといてボール勝手に入ってくるからね、入ってくるんで逃げないからボールね、待ってそれで握り返するっていうグローブでした。僕には合いませんでした。はい、ませんはい、今回こちらね、あの翔平さんの田中正君からヒロトにあげたグローブをちょっと使わせてもらって、人生初のスラッガーを使用してみました、はい、この動画いいと思ったらチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。田中さんありがとう。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。